どうも、ゆうねいです。進撃の巨人25巻限定版をゲットしてまいりました。もう箱は開封済み。こっちが漫画で、こっちが私が、私が、まあ今考えてる考えてるっつうか紹介してる紹介していたかなまあとにかく、 進撃の巨人のスピンオフ作品ロストガールズの第1巻目アニメ化したものです完全新作でございますこの中央の女性がアニメオンハート憲兵団ですねまあよく見てみるとわかるんですがこの2人とはマークが違います そして、ここに写っている巨人、巨人は、エレンの巨人台。主人公エレンの巨人台です。主人公エレンの巨人の名前は、まあ、言っちゃっていいのかな。はは。まあ、とにかく、この巨人でしてね。あと、彼は、さらに一体、始祖の巨人を、 手に入れてます。手に入れてますが。がか取り込んでます。まあなんで正確に言えば、まあ、2体の巨人の混同体ですね。まあなんで私はまあエレン巨人とエレンの巨人で通してます。<laughs> もうそのね始祖なんだが何なんだが、まあ、2体2体分の力を有してるはずなんでね。 漫画の方ではついにあの男が動きますまああの男って言われたらまあ冊子がつくでしょうけどねあの男ですまあ世界を敵に回した回した民族であるエレンまあその中でも特に危険な存在なんですよね今エレンは世界を滅ぼしかねない力を持っているうんまあゆえにね エネンたちの敵となる側の連中が他の国々と手を結んで、まあ、完全包囲網をね張ろうとしてるんですよまあでもね、まあただまあ戦いを仕掛けたのは他でもない彼ですまあ幕を上げた 幕を開けさせた張本人はまあほかでもないあの人なんですよね。<laughs> まあ彼の進撃がどこに行,く行き着くというのかまあ見物ですね。<laughs> <laughs> まあ私としてはね私が平和主義だからかもしれませんが。 まあもうちょっとね、穏便にっていうのがあったんですけどね、<laughs> やっぱそうはいかなかったか。まあ、というわけで、それだけの報告でございます。まあ、こっちの本をお見せするとね、動画を消されかねないので、<laughs> それではまた。